はい、ということで ST スタジオのノリでございます。今回初の、パワープロのパワーフェスをやっていこうと思います。さあ、僕も一応野球やってたので、ポジションはセカンドとショートをやったことがあるんですけど、ちょっとそんな感じでやっていこうかなと思います。一応ちょっと調子乗って両打ちでいきます。セカンドがいいかな。ちょっと打ち方はね、いかつくしたいな。残り12でいきます。やっぱ足は速い方だと思うので、足の速さ重視します。さあ、これちょっと多分長くなるんで、前編後編かを分けていきたいと思ってますが、やっていきましょう。初のパワーフェス。これはパワーフェスっていうのは、トーナメント方式でね、戦っていって、どんどん仲間が増えていって、それを優勝を目指していくという、そういうサクセスストーリーっぽい感じでやってますが、ここら辺飛ばしていきます。最初は選手が選べるんですね。僕はちょっと最初はやっぱピッチャーが欲しいんで、鈴の時にスケットになったので一緒に戦えるという感じですね。さあ、大会1日目。最初はね、ちょっと能力アップからしていきます。若干ね、ちょっとリアルな感じにしたいから、やっぱ僕どっちかというと打つ専門ではなく守備専門な感じがあったんで、足の速いでミート力のある守備できる選手にしようかなと思っています。白バラ鹿島実学園、まずは白バラ相手にどこまでできるのか。まあ、オーダーは適当でいいでしょう。さあ、初試合ちょっと勝っていきたいっすよ、これマジで。一日でここで負けたら全然動画になんない。ここシェア投げた、真ん中見逃してストライク、カウントワンストライク。鈴本っていうピッチャーめちゃめちゃいいんですよね。ストレート速いし、でウィニングショットにナックルがあるっていう、ナックル空振り三振。ナックルでね、どんどん三振を取っていきたいですね。ここで鈴本、気を引き締めしっかり抑えてほしい。打ちました。おっと、これは中間へのフライですが、取ってこれで結構ね、最初の段階になると守備力がめちゃめちゃ弱いんで、エラーの確率がめちゃめちゃ高くなるんですね。あ、俺だ。初球を打った。はい、ナイスバッティング。あと右中間どうだ。落ちました、ヒット。打球が転がっている。セカンドへ送球。あー、いきなりのツーベース。こんな打撃絶対できないですよ。打席には2番バッターが入ります。打ちました、初球打ち、茶返し。いいですよ。お、2塁ランナー一気にホームへ。トンネルしてくれた。ナイス。まずは1点先制。まずは1点先制。これ確かコールドがあったと思うんですけど、コールド狙いながらやっていきたいと思います。茶返し、破った。鈴本、ヒットを放っています。さあ、いいですよ、連打が続いております。うわ、えぐい。これですよ、ロゼルージュ。この球がね、嫌なんですよ。あー、別、あの球を見せられてからのストレートは結構厳しい。あー、やばいな。アウト、これで3アウト。打席には5番バッターが入ります。さあ、このね、ナックル、これどんどんだからレベルが上がっていけばいくほど最初に使うときに超強いっていうね。どんどん強くしていきたいですね。6番バッターが打席に入ります。投げました、打ちました、初球打ち、ショート頭脳。8番バッターが打席に入ります。投げた、スライダーはボール、カウントワンボール。白バラはね、女の子ばっかりですよね。第3球を投げた、スライダー決まってストライク。女子野球に負けられない。打ちました、クラクラッと上がった。俺、セカンドキャンバスの横丁、取りました。打席には9番バッター。マシンで捉えた。いやー、ナイス。危ねえ、普通だったら取られてた。
ナイスバッティング。さあここでちょっと、さあキャプテンがリーゼン体制、彼がチャレンジャーゾーンまとめます。打て肩越しにランナー見た、打った、ボール、危ねえ。ボールカウント、ワンボールワンストライク、打ちました、いい当たり、ナイスバッティング。ライナー破った、二塁ランナー三塁蹴った、いやこれ無理か、いい当たりが炸裂しています。いいですよ、2打席連続で、ここでもあったホームラン来ました、スリーランホームラン、素晴らしい。これはもう勝ってくれたかな、ラスト抑えて勝ちか、頑張れ。うわやばいやばいやばい、危ない、うわだるだる、これだるい、どこ行ってんねんセンター。白丸鹿島学園ようやく1点を返しました。今のは先般ですね、さあめっちゃ疲れてるわ、お手します。もうめっちゃニコニコしてる、バタ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 、さあ1球目低め決まって、さあこれ抑えていきたい、初勝利も 目の前来た、ショートゴロ掴んだ、一塁送球、はい初勝利来ました。まあね、1回戦はそりゃ勝ちますよ、はい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 。結構能力上がるんじゃないですか、やっぱミートが欲しいな。お、2人ゲット、これと全員ゲットになるね。よし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 、いい感じ。問題はね、このなんか台風とかがね途中で出てくるんですよ。でそういうのになんか不運な風でヒットにならないとかがあるんで、すごいそこがね厳しいところ。とも弾道さんにあげといて、パワーいいわ、あってほしいな。あーないか、無理か、見たるな、守備力もあるかってほしいな。足めっちゃ速くなる。さあ2回戦に行きたいと思います。どこを選ぶかですね。僕はちょっと極悪ヤンキー選んでいきます。僕は結構メンバーが多彩で、勝った時に結構メンバーもらえるんで、おすすめ球団ですね。さあさあさあ、もうこの3番ピッチャーっていうのがもう許せない。ピッチャーはさっき買った鈴風をロゼルーのエグイスからやっていきましょう。さあ2回戦、さあ初球、初球を打った、おーっといきなりやばい。ファールグラウンド、ファールボール。極悪ヤンキーズっていうのはね、やっぱり打撃力がもうヤンキーの塊ですから、パワーがねみんなあるんですよね。うわーミスった、カットマンへ送る、ヒットになってしまった。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ロゼルーズをね使っていきたい。変化球が鮮やかに決まります。対応しつつ、打った、跳躍、いや守備ひどいな。鈴風ヒットを打たれます。カレンジャー先制のピンチを迎えます。俺の配球もクソか。打ちました、初球打ち、一二塁間のゴー、二塁フォースアウト、ゲッツ、オーケーナイス。カレンジャー来た、坂東さん、怖っ、インロー見送ってストライク、怖いわ。まずは入れてきました、坂東さんのいかつさ。これは見送ってボール、勘主打法で待ってるんですよ。見送ってボール、完全なボール球、やばいな。うーわ、行かれた、あぶね。バンドに入りました、ファール。坂東さんエグいって、ロゼルージュ見送ってボール、安心して。チャレンジャー先制のピッチ、2アウト、打ちました。あー取れる、オッケー、攻守交代、素晴らしい。チャレンジャー逃げなかった。さあ、これタカのね、コントロールが素晴らしいピッチャーですね。ショート下がった、一塁へ送る。おお、マジか、抜けない。ここはうまい。初球は。すごい走って出てきた。初球を打った。ケイ、ナイスバッティング。ライナーで左中間へ、ヒットになります。さあ。セカンドへ放り投げる。やめた、ツーベースヒット。チャレンジャー、先制。勝っていきたい。さあ、初球。打ちました、初球打ち、いい、いいバッティングだ。これはヒットになります、
ナイス。さあ1点先制、素晴らしい。この白バラのコンビで初球を打ちました。ボールを掴んだ、アウト。これまだチャンスですから、若林君投げた、行きましょう。カットボールはボール、低めギリギリのコースです。投げた、打った、いい当たり。打球は若林が素晴らしい。チャレンジャー、さらに1点追加。オードリーか、ツーベースでランナーを生還させちゃいます。6番バッターが打席に入ります。投げます。まだまだね、ここちょっと取っていきたいな。第2球を結構打った、ボテボテ。あー、ミスった。高野はアウト、スリーアウトチェンジ。変化量が少ないから、変化球、そこが分かればいけるかな。タイミングが合いません。インコース低めいっぱいストライク、軽くポンポーンと追い込みます。さあ、ここ怖い。センター上がった。オッケーオッケーオッケー、掴みました。これでワンアウト。打席には7番バッター、ストレートはボール。さあ、この取っていきたい。渾身のストレートはボール。先頭大事、先頭。打った、痛烈な当たり。ナイスマッチン。ああ、オッケー。ナイスヒットです。そしてバッターは鈴風自らを楽にする一発を見せていきましょう。打ちました。うわー、やった。やったやったやった。これで一番自分苦しめてるやん、それ。ランナー出てもらったら疲れますから。さあ、次はどう攻めるのか。鈴風、はい、ナイス。このロゼルージュが素晴らしい。私、俺、打とう。あー、全然オーラなかった。オーラがあるって言われてるんですけど。打ちました。おー、ナイス。ヒット。ッさあ、これ2つはいきたいですよ。オッケーオッケー、ここでもっと突き放したいですね。さあ、矢部が打席に突き、さあ、矢部田、矢部田の一発、素晴らしい。ワンバウンドヒットになった。どっちも足早いですからね。3対0、ここの関係性素晴らしい。6点取った。もう2点取られて、このまま行く。最終回を上げたい9回です。打席には3番バッターが入ります。ここ勝っていきたい。うわ、やばい。オッケー、はい、勝ちました。さあ、2回戦も突破ということで、まあ、なかなかいいんじゃないですか。これでだから誰が取れるかですね、問題は。まあ、このキャプテンって言われる、主の選手は絶対に取れるんですけども、その他の選手が何人取れるかっていうのが、肝になってくるんで、これまずね、坂東さん獲得、あと2人、ナイス、でかい。ここはね、この半田くんとアバタくん取っていきます。じゃあ、行きましたね、2回戦。これだから全部で5回戦あって、で、そこかまた勝つと最終、あの、熱盛やったっけさんがね、出てくるんですよ。であと3個勝ったらもう優勝なん でちょっとね、長くなっちゃうんで、ここで今日は前半終わりということで、どうだったでしょうか。初のこのパワーフェスの実況やってみましたが、ここからまだ勝っていくんで、また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、スピースタジオのりでした。ありがとうございます。